今日は北九州の小倉城にやってきました。天気は曇りですけど、ちょうどいいかな。なんかね、鳥居がいっぱいあるし、あ、なんかお城が見えた。わ、銅像がある。宮本武蔵。母ちゃん、何を？佐々木小次郎。小倉城でーす。おー、こっから入るみたいです。今日はお外まで、お外までです。中には入りません。お城は外から見て、まあ、次に向かおうかなと思います。もう降りてまーす。でも結構歩いたな。門司港にやってきました。なんか今天気が良くなってきて晴れてきた。でここはなんかレトロな感じだね。で海の横で関門海峡が見えます。今日なんか結構歩いてるな。で海上保安庁今日の船とかいっぱいあります。船がいっぱいある。北九州初めて来たかも。なんかね、結構のんびりするところが、公園とかねいっぱいあったし、なんといってもね、海が、海の前です。こんな感じ。なんかのんびりできる感じかな。なんかね、変な音が結構言ってるけど、船の音みたいだけど、いっぱい、船がいっぱいあります。興奮する。なんかね、ギコギコ言ってる。なんかここの門司港は、焼きカレーが有名らしくて、まあ食べてないんですけど、焼きカレーが結構有名らしいです。美味しいらしい。ぜひ行った時は焼きカレー食べてみてください。門司港で有名な焼きカレーが来ました。美味しそう。美味しそうです。匂いがやばい。今日はお散歩な感じでお城と門司港に遊び来たんですけど、まあ癒される一日になりました。ちょっとね、歩き疲れたのはあるんですけど、し福岡からも結構みんなどれくらい2時間ぐらいかかったのかな、高速で2時間、うん、よかったけど、まあいい一日になりました。じゃあまたどっか行った時は撮ったりするので、その時はぜひぜひ見てください。じゃあ今から福岡に帰ります。バイバーイ。またねー。